アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。皆さん、ガンダムオンラインにおける最強の武器とは何かご存知でしょうか。ガーベラテトラが放つゲロビ、違います。1万を超えるバズーカ、通称 F バズ、それも違います。一切のエイムを無視し敵機に攻撃できるミサイル、まあその説はあります。ミサイル最強説っていうのはこのガンダムオンライン3年間続いて一つ、それは最強説は、宇宙か。ここはどっちかっていうと 2F2 マップなんだよな。なんかアップデート来てからやテキサスコロニーがなくなった気がするのですが、どういうことなんこれ。最近なんかテキサスコロニーないんだけど。なんか言われてるけど、なんか前回のその動画でこれ中身違うやつだろうとかめっちゃなんか言ってたじゃん。中身違う、声だけ上から乗っけてんだろうみたいな。安心してください、ボンゲですよ。初動は B から出撃して Y 拠点を殴りに行きます。この銃撃界最速のリックティアスで、もう十分に追いつきますので、逆にリックディアスじゃないとダメですね、ここは。逆にの理論忘れてください。ちょっと今日ほんと真剣にやるん、いつも真剣だけど今日はいつもに増して真剣に。チャービはね、本当にね、慎重に扱わないとね、当たらないので、おふざけでね、使っていい武器じゃないんで、あとそこら辺、ちゃんとやろうね。本当。一長一短で使える武器ではないので、このチャージビームライフルというのは。これ来るな、前から来るな。あー、ごめんなさい。あー、よし、仕方ない、追いかけてきてない、よし、仕方がないので、X 拠点殴りに行きます。いけるかな。お前だけでも殺す。けど、結果殴れませんでしたが、チャージビームライフル2発中2発。もうお見事ですね。これがエテポンゲのエイム力やで。
アバで鍛えたエイム力。拠点を占領しました。やった、いいものが手に入った。あ、すごい押している、すごい押している。4番も踏んだってことは、4番を踏んだということは ZY に流れやすくなるということですね。いや違う、 Z に流れやすくなるということなので、積極的に Z 狙いに行きましょう。今のはわざとわざと打ちました。今の外したんじゃない、今のわざとわざと牽制ですね。時に牽制も大事。あ、今の壁がなかったらもう直撃してましたね。壁さえなければ。こちらは三世先まで読んでいるのだよ。おっしゃー、うまい、ちょマジでうまい。今日も来てないよ。え、ムシムシムシ、関係ない関係ない関係ない。撃てー、これじゃあやられ役じゃないか。どうだ、出撃する機体を選んでください。あんまり殴れませんでしたが十分ですね。うん、今の一撃が最後響いてきますよ。今の一撃がね。そんな攻撃で落ちてたまるか。あ、違う、敵じゃない、味方。ボディーブローですよ、ボディーブロー。ボディーブローのようにじわじわと。うわー、当てたけど、やめてくれ。もう4号機、もう出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。まあけど今回のこのパーティーはコストが非常に低いので、あの全然どれを出しても間に合いますね。はい、そしてこの状況、そんなにここをこだわる必要あるのかな。あるな。ここを死守することにより Z への攻撃が簡単になり、なおかつ Z を攻撃している間に X に突破ができるという、そういったことも可能なので、よし撃て。バゲ、覚醒したポン業、そう簡単に止められると思うなよ。あれは拾いたいけど下がろう。ぎゅっしゅ、こう見えても反応速度には自信がありますの。チャージャーはあまり前に出すぎてはいけない。今のはもう4番が取られるということをね、ちゃんと頭の隅っこに置いて おけばやられることはなかったでしょう。はっ、これ以上好きにさせない。ちょっとほんとね、ほんと最近ちょっとね、マジで上手くなってると思うよね。真面目な話、ちょっと上手くなってきた気がする。よし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 、オッケー、いた、調子乗んなよお前。あいつちょっとスナが前に出すぎなんじゃん。スナが前に出すぎなんじゃん。こっちから行く。そこ、もう一発、もう一発、あー、うー、しゅー、どういうつもりか知らんが、勝つ気はなさそうだな。ありがとう、ありがとうございます。あ、あ
相手も、相手も生き返、生き返った、相手も生き返った。おっ、びっくり、刺されたよ、お前バカ。ああ、もう、しっかりしたい、死体蹴りかよ、死体蹴り。なんかこの前北極地やってる時、なんかやられた後に、なんか4人ぐらいになんかめっちゃ囲まれたんだけど、やられた後にね、倒れてる時にキルカメラってなんか4人ぐらいになんかめっちゃ囲まれて、なんか怖かったわ、もうさすがに怖かったわ。まあ集中的にその4人組をね、狙い撃ちしてやりましたけど、今のはブース容量、よしこれがリックディアスやで、これがリックディアスやで。今のけど最初の一打をね、最初の一打しっかり当ててたら確実に倒せてましたね。痛い、オッケー、右援護します、任せてください。落ちた。あー、ちょっとマジこれ頼むわ、お願いする、お願い、これは頼む。おい、そういうことがあるわな、支援機あるあるだな、あれは。あいつジオンのスパイか、もしかして。あ、ちょっと、危ない。今の当たってね。あ、やばい。迎え撃って。門松ソムリエの実力、お見せしよう。おー、シュツルムとかね、マジ甘えだから、シュツルムとかね、甘えだから。結局チャージビームライフルを使いこなすことがね、ガンダムオンライン全クリに繋がるからね。シュツルムとかはね、マジ使ってるようじゃもうそれ以上はないよ、それ以上は。ちょっと、4号機は広いところで撃ちたいので、中央行こう。4号機はちょっとだけね、4号機の使い方慣れてきたところなので、ここ最近。上にいるな、あいつ。あ、味方かい！紛らわしいぞ、もう。あ、やった、当たった！むずー。予測打ちしな、絶対当たらんやん、こんなん。予測打ちしな、当たらん武器とかマジ使えんだろ、これ。誰が突き好んでこんな機体使うんかな。チャージしてたらさ。うわ、それ外す。チャージしてたらさ、ダメージ食らうし。もう大体、あ、もう弾がなくなっちゃった。大体の位置をね。だからもう君はもう何をしているのだね。ちょっと弾補充しに行こうか。ちょっと弾を
リペポないか、リペポ前にあるな、こっちか下か、どこにあんのこのリペアポット、マジで。ありがとうね。これもまたジオンの仕業か、これ。偽リペアポットか、これ。上か？修理してください。修理が必要ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。危ないよ。いやー難しいな、やっぱ。あーむずいなー、これ5号機ちょっと難しいか。バカめ、売れ、あ、バレた、バレた。一撃で仕留める。おー見たか、敵艦を落とした、いかがかしら。あーもう今の当ててたら、もう今の当ててたらマジ完璧だったんだけどな。まだよ、この程度では終わり。ああ、ニガさん、あー、かんかんかん、死ぬ死ぬ。ポットないしな、一回引くか。一回帰ろう。いかがかしら。あとは頼みました。一時退避します。やっぱよ、四号機はね、本当。四号機はもう当たれば楽しいんだけど、まあじゃあ当たらなかったらもうクソつまんねえ機体だからな、これ本当に。ちょっと言葉汚くなるけど、これ当たれば楽しいんだけど、当たらなかったらマジでクソつまんねえからな、これ。ジム乗ってる方からよっぽど楽しいからな、これ。ほんと、この大規模戦一戦やって使って一発も当たんないことなんてね、ザラにあるんでね、こいつに限っては。うん、ひたすら虹バック。うわたまんねえな、もうこれたまんねえな、もうたまんねえな。うまくね。いかがかしら。もう驚愕でしょ、もう。ダブルねえな、もう。やばい、もう。伸びしろの擬人化。ポンゲはもう伸びしろの擬人化。こういう細い通路にね、適当に打つっていうこともね、ありですね。全然あり。あ、今味方に当たった。ちょっと弾数が少ないっていうのがね、ちょっとネックですね。もうエンプティーですよ、もう。エンプティー。コンテナ入れとこうか。やった、いいものが手に入った。修理しましょうか。あ、そっちね、そっちね。ありがとうね。やばいよ、動き超楽しいな、俺。
掘れ。まあまあまあね、そう簡単にはね当たりません。そう簡単に。そう簡単に当たったらね、みんな使うので、うん、やはりね、それなりのね、テクニック、エイム力が必要ですね。そんなお手軽武器があったらみんな使いますよ。難しいからこそ当たった。あっ、クソが。よし、一回下がろう。うわあはすまぬが、我を修理お願いしたい。いやもうけど十分だな、 4号機で十分活躍したな。これ外補給は出てないか。戦艦も出てそうにないな。おっしゃ、逆にそういう時こそね、外に出て突すると、決まる。逆にそういう時こそ決まる理論ですね。これがこのキュービのヨーコ君もね、僕と同じことを考えてますね。一緒に行きましょうか。どうするかな。時間的にこれは X2 ですね。時間的な問題がありますね。これ本当ならこのまま Y まで行きたいのですが、ここはちょっと待って、正面来てる。お前にはチャビ力が必要ないってからな。お前にもチャビ力が必要ないって、バカめ。ビッグディアスやめるなよ。チャビを必要とされるモビルスーツでかかってこい。おし、あと40秒。このタイミングでのこの突、絶対に刺さる。リロードが上手なんですけど、刺さったよ。けど刺さったよ。今の超いい仕事したんじゃないかも。これ天狗になりそうだよ、このままじゃ。天狗になりそうだ。やりました、我が軍の勝利です。15キル。もうこれがもうチャージビームライフルの恩恵ですね。これが15キル、でなおかつ本拠点5156。これ連邦で一番殴っているんじゃない。これ連邦で一番殴ってますね、どうやら。いやーちょっと個人の評価を報告します。やればできるじゃない。よくやってくれた。本部からの報酬、うわ、報酬が EX チケット1枚もないとか、マジで。まあまあまあ、 EX チケットはまあ置いといて、そんなことはどうでもいいんですよ。このチャージビームライフルがいかに最強というのか、最強かということをね、今回はね、お見せしたかったわけです。はい、本当は地上が良かったんだけどな。なんか
半分以上4号機乗ってた気がするな今日は。4号機、まあ4号機も言うてチャージビームライフルなんで、一番火力が高いチャージビームライフルなのでね、うん、大きく分ければ大きく分ければチャージビームライフルです。はい。いやーけど本当やはり戦場をね、うん、戦場を理解すると、うまく戦えますね。うん。戦場を理解すること。もういろいろとね、言われてきて、いろいろと言われてきた中で、一つずつ回収していく。ね。マップ見ろよ、カスとか。マップ見ろ、カスとかね。オセロしてんじゃねえよ、カスとかね。うん。ほんと。リロードしろカスとか、うん、一つずつ回収していく、それが大事なことです。はい、皆さんもコツコツやっていきましょう。はい、では今回はチビチャージビームライフル20連撃の回でした。ご視聴ありがとうございました。